めっちゃ寝起きなんですよね <laughs> な何が何がよく,よくなかったかっていうとまあその,あの10 18時頃に寝たことが良くなかった<笑><笑>なんかさ気づいたらさもう寝ててびっくりしちゃった起きたらさ8時だった起きたら8時で。 や,やばいな <laughs> やばいなって思い始めおも思ったやばいなって思ったよ。えっ違う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 起きてた起きてた今日一日起きてたんだけど起きてたんだけどその6時ぐらいにいやなんかさほんと最近6時頃に家にいることないの でも今日家にいたから何気づいたら寝ててー <laughs> 絶対寝れない今日で、メールにも書いてありますいつか来るメールメールいつか来ると思いまーすだからもうほんとになんかびっくりって感じ今日今日びっくりな日気づいたら寝てた 気づ,いたらね、気づかなかったから寝てることに気づかなかったまあでもそういう時もあるよね。そういう時もある ね、明日はなんか久しぶりのほら見てここなんか外ハネみたいになっちゃってるんだけどここ謎に外ハネみたいになってるんだけどわかるでしょ私が外ハネ似合わないって言ってる理由。 <laughs> 多分 <laughs> 多分化粧してないってのもあるし <laughs> リッパーしたんだけど化粧してないっていうのもあるし寝起きっていうのもあるめっちゃくちゃ寝起きだからだと思う,もう髪もボサボサでしょそういうことなんだよ もう寝起きはもう仕方ない。<laughs> 配信しただけ偉いよね。もう、偉いもありがとう <laughs> な。なんかさ、なんてかエクソもありがとう。昨日見て叫んだ。キャーまあ、紗良が本命じゃないけど <laughs>。そのうち そのうち、まあ本命は何人いてもいいあそれはよくないけどそれはよくないんだけどねええそうなんだよ <laughs> なんかさほんとにさ薄顔顔薄顔薄チャンネルみたいな。 ありがとう,がとういや明日制服の目明日制服の目だえー、なんか珍しく前日に練習してなくて今日明日の朝やるんだけど <laughs> よべてありがとうちょっと待って髪の毛がなんかもうどうにもなんないここここどうにもなんないやつ、うん、<coughs> かんいいありがとうこんばんはーどうもイ なんだろうモ,モンがなんちゃらってそんなあるの最近モモンガ終えてなくてしかもえてかさみんな「ブルーロック」見てる人いるあのー、アプリ入ったじゃん入れなくないなんかゲーム禁止してたけどちょっとあの会話には入りたいから1回だけやって消そうと思って入れたのてか予約しといたの で、昨日入ってでもさ入れなくないあれ入れなくてびっくりしてるメンテナンス私だけ私だけかなメンテナンスみたいな入れなくてびっくりも一緒に一緒だよ一緒 っったら焦ってやりますさすがにさすがにねえ <laughs>、ね、本当だよ <laughs> 本当だよ本当にえでもさえらいのがさ私最近筋トレしてるって言ったじゃん昨日もうめっちゃ眠いのに「やばい今日してない!」って言って夜中の2時ぐらいからちゃんと 真っ暗の中で <laughs> やってから寝るの偉いでしょ偉いでしょでこの配信少しお気しね書いとこう顔薄いから少しお気し絶対逆に入ってくる人多そうでちょっと怖いんだけど昨日の配信でミヤちゃんも 楽園の階段が好きいやあ、そうなんですか。そうなの？じゃあいつか一緒に踊ってで、私が初日にあのー、ミスしたあのー、キスを投げる用の2番で、みおさんとあのー、向かい合いたいわざと。 えブルーロックはもともとあるんだけどまた新しいのが出たんだよ3月1日から出るって書いてあったのになんかあれなんですよなぜか入るんだけどタイトルまでしかいかなくてみんなそうならいいんだけどねこんばんは真っ暗であるよ <laughs> あれ違う違うもうよし寝よういい感じに眠い あやばい筋トレしてないやろうの真っ暗ね。<laughs> 行った瞬間、少しねえ、やだ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 。やだよ。消してくださいね。絶対に消してくださいね。ダメですからね、普通に。こんばんは。 うん、今日は少し遅かったねごめんなさいね寝てたから <laughs> えでも今月はちょっとちょっとまあ先月先々月よりかは少なめにいこうと思いますちょっと違う先々月そこやりすぎた普通に配信配信の人みたいになっちゃったから今じ <laughs> ゃなってないんだけど 最初の人みたいにな,なりつつあったから、まあ、まあ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 えや、そうなんですよニサビはあれ危ないの <laughs> なんかなんて言うんだろう無っていうかそのさ何も考えずにさ踊れなくなってくるわあ踊れるようになってくるわけじゃないですかだんだんとね。 で余裕でやってると <laughs> 急に急になんかミスっちゃうところなんですよあそこだから仕方ないんですよあれはで結構ねみんな引っかかるとこですあれはだから大丈夫じゃないけど <laughs> 引っかかりポイントなんですよ引っかかりポイント明日は 誰が引っかかるかな <laughs> 誰が引っかかるかるなーっていう目で見てください。私は2サビに入ったぐらいでえ、でもこの間何も考えずにえ初日以降は割とスッといけてるけどたまに危ない時ある。アンコールってさ着替えってさ 着替えてもう準備できたらすぐゴーじゃん。ださ次のさなんていうのここの曲はこうでみたいな考える時間もうないじゃんだからさもう無で無で踊らなきゃいけないわけですよ。無,無ではないけどこんばんは。うん。 <laughs> 詐欺じゃないか <laughs> い見ないでくださいもうていてんやだ <laughs> 見ずしたらバレるんだもんていてんやめて見ないで見ないでください <laughs> って言うと見るんですよ分かってます皆さん見ないでって言うと見るんですよていてんを。 分かってますそれ分かってるでも振りじゃないよほんとに見ないでねほんとに見ないでねっていううん迷い切ってないよあ切った切った切った んいつ切ったっけいやそうなんだよねあっ「ててん絶対見て!」って言えばいいのかなるほどね頭いいそういうことだねていてん絶対見てね <laughs> どれだけ忙しくても「見てね!」って言えばいいのかなるほどね逆を行こう確かに。 うーん。やば。美味しい。うーん。美味しい。聞かないでね <laughs>。聞かないでね。何飲んでるか、聞かないでね。 <laughs> やだなーやだなー定点見られたくないな家で見てる時は基本定点でしかないやだなうんー聞かないでね 本当においしい。くくなないいめっちゃネオキー感すごくないネオキー感えでも私的になんか定点で見るよりえ違うこれただ定点見てほしくないからっていうわけじゃなくてあの定点見るより普通になんか顔アップの方見たい人なんですよね。自分が出てない公演とかもそうですけど。定点 あんま顔見えないから顔が見たいんですよ、ね、私おは顔見たくない自分の推しメンの顔が見たいよねだからアップの方見るあれ何って言うんだろうえだよねわかるよサラもねお顔見たい派なんだよね全然 おかおん班の人間なんですよ。明日って雨かな？顔がいいよね。分かるで、なんかなんか言われたらそのなんか言われたっていうかそのこの時こう,こうこういうのがあったんですよみたいに言われたら確かに定点を見る。のわか あなたにしか見たくないはいよってせいぜいあ <laughs> 次は楽しみだもん次もう幕開いた瞬間ね見せる二本だよもう分かってるよもう次はそうでしょもう分かって振りでしょそういう今までのは全部振りだったんでしょあなありがとうえー何それえそんな拡大できる方法があるんですか 今、綺麗だったね。なんか、サプラノって感じだったね。こんばんは。えー、明日どうしようかな。明日、明日って何時開演ですかね。明日って何,何時開演ですかね。か開演のに、開演の、何時開演ですかね。<laughs> 何時開 <laughs> なんかやっぱさ寝起きって私テンションおかしいかもしれない朝もそうだよね寝起きだとなんかテンションおかしくなっちゃう生物なのかもしれないこんばんは、まあ、シャータンもう永遠にソプラノだったよ逆になんかあのえでもなんて言うんだろうソプラノ サプラノだったねこんな顔薄い顔でねなんかね笑ってますけど嫌だね減るよねファンの人ファンの人なら多分こういう配信したらさ人ぐらい減ってる気がする <laughs> こんばんは <laughs> いや私朝テンションおかしい人なんですよね17時開演かえー、じゃあ12日久しぶりの生誕じゃなンエスコーンと思ったらサーえそうなの12日サーターいないのえそれは知らなかったそうなの言わなきゃ 言わなきゃままにあ見てるか12日 S らいないって言ってるこんばんは12日らいないんだ了解了解した11日出るからじゃないいや多分ねそれ関係ないんだよねあのあれだよ 五日,日制服の目で6日アレイスだからあんまそれは関係ないこんばんはえ多分出ない公演はあれだよそんな言われない言われない言われないですねえココアちゃん出る 平日の制服の目投げるあそう,だ、ね、そうねそうね確かにそうだ平日だ平日だこんばんはこんばんはーこんばんはあそうなの 頑張ったほういいですねお疲れこんばんはええー、ちょっとさーん <coughs> 確かにね若いよねえ待って待って待って11日って誰誰だっけ連絡来てたけど誰だっけ11日でミュちゃんがいないいないやと思った気がするあれどうだっけどうだっけみゆちゃんいないよねあいた <laughs> あれ ちゃんがいないのってさ明日明日いないんだっけみえちゃんでもいないときがあるんだよいないときがあるんだよねほらありがとうこんな顔なの,のにこのこのテンソン <laughs> テンソン <laughs> テンソン, <laughs> ダ,ン,ソン <laughs> ダンソンみたいになっちゃったこの ユアがいないのかそうだそうだそうだユアがいないんだねミユちゃんはいるんだ,んるんだなるほどねあミユちゃんの卒業式いつだろうね行きたいね行きたい行きたいねはよくわかんないけど <laughs> 行きたいねです ダンソン知ってるよダンソン学校でやってたよ私なんかなんか友達友達がなんかさそのなんていうのめっちゃ牛乳飲むの早いくて <laughs> めっちゃ牛乳飲むの早いお友達がいて目の前でなんか早飲み競争とかするじゃん牛乳私は知らなかったんですけどそのいるじゃないですか牛乳早飲み競争とかしてる人。 でさそれをさしてる人を見るとあのー、なんていうの誰かがさ「ダダイソンじゃん」みたいな言うんですよそうすると私がダンソンを歌い始めるっていう <laughs> で隣の席の子はあのニーブラ」でやる流れがサンパンさんの時にあった <laughs> 懐かしい 三番さん、あ、違う、四番さんの時にあったかな。ダンスをする側の人間でしたね。四番さんの時あった。え、三番さんの時は、あんまりね、あのー、その明るい子がいなかった気がする。四番さんの時は、大抵、四五六番さんの時は、 あの明るい子が集まるんですよなんかわかんないけど後ろの席の方だからかなだから後ろの席の時はやったやだやだよもう覚えてないよ <laughs> 覚えてないよ覚えてないからね何も覚えてないうんほんと何これ 車輪車輪ありがとうなんだっけ古い列車はなんちゃらななんちゃらの上を走って <laughs> みたいな <laughs> なんだっけ歯車ですねはい知ってましたよ知ってました知ってました このまま歯車ですね知ってますよ <laughs> 知ってますよ歯車は知ってます本当に顔薄すぎなんか顔薄すぎてもうやだー面に映るのないこのくらいで痛いずっ昨日と一緒じゃないこれめっちゃ薄い 今さらさ、化粧しとってあんま変わんない。もうなんかね、変わんないんだけど、まあなんか、お気持ち程度に何も変わんない <laughs>。何にも変わんないよねここ。でも何も変わんない。チークチーク入れた方がいいのかな,な。なんでこんな薄いんだろう。マスカラマスカラしてないか。 あそうそう,そう顔がめっちゃ薄いからスクショしないでねーのやつです絶対にのやつですよくないわーよくないわー 優しい優しい <laughs> 優しい優しいわー。そうしてもうこっちでも低画質問なのにできるんだけど強制的にねサッタもナチュラルでもものすごくかわいいから大丈夫ありがとう本当にありがとうそんなこと言ってくれてそんなこと言ってくれてありがとう <laughs> うんこんばんはどうもありがとうございます。おめんとうありがとう。明日明日どんなサラが見れるかえサラサラのサラ,サラっぽいサラサラっぽいサラが見えるっちゃ。 ね、大丈夫じゃないよ大丈夫じゃないよ全然いや明日夜ですかね同じぐらいの時間にできたらいいなっていう17時開演って言いましたよねってことは何時終わりだ 何時に公演終わるくらいだろうそうだねトレードねうんーじゃあ夜配信ですね。 公演の後は本当はその公演が終わってから配信したいんですよ本当はねでも S の時とかはね無理だからねうんこんばんは そそううななんですよそうなの分かんない事務所からの配信かちょっと分かんない帰ってきてからかもしれないお腹のすき具合による <laughs> お腹が空いてるかどうかっていうそうそうそう感想をね知りたいよねやっぱりコンペットありがとう マック欲が満たされた今何食べたい？うんそれがさなんかさマックでさもう完全にさなんかその。 食欲が満たされてさ今日の夜ご飯は卵スープなんですよやばくないもう完璧に満たされすぎてやばいよねでも寝起きなんかさお昼寝っていうかさ こういう時間に寝ちゃった後ってさお腹空すかないの分かりますかうんお腹空すかないんですよで分かる分かるでしょ本当にお腹がすかなくてなんだろうね 食べなきゃって思うけど食べれないよねうんで消化してないのかなって思またお昼ご飯が2時ぐらいだったんですよしかももうねお腹かつかないよね え、そうなの <laughs> え何それめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん にいや全然朝を普通に起きたんですけど食べたのが2時ぐらいだったんですよすごくないでもさめっちゃコスパいいじゃないだって考えてだって昨日の夜にね8時半くらいにマックを食べて次の日の夜までお腹いっぱいなんだよ <laughs> めっちゃコスパいいじゃん すごいね無理して食べなくても大丈夫で <laughs> 食べさせようとしてるねそれはケーキ食べたいアイス食べたいわお寿司いいなお寿司いいねカレーもあカレーはに参じ買ってこない食べダなんだった忘れたケーキ食べたい いや、すごいよね普通にすごいいや今日はちょっと久しぶりに一緒に行かなかったんですよ昨日行ってだかもう今日行ったら明日めっちゃ疲れてそうだなと思ってやめたんですよで明日万全って感じ 今日はお休みしてたからおかない、ね、ケーキは何ケーキが好きなんだっけえなんでも好きだよケーキはなんでも好きだよなんでも好きでもええー、なんでも好き <laughs> 録画オッケーえ録画ってダメじゃない え分かんないけどダメな気がするまずまずショールーム自体もしかしたらダメなんじゃないアウトなんじゃないのそう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 ほんとにゆっくりって感じでなんかねこう提出物系を出し <laughs> 出してとりあえず。 ほんとにもうもうすっきり <laughs> あレアチーズはあれかもうん、えホールケーキ食べるのめっちゃ夢なんですけど誰か食べたことありますかホールケーキ一人で私ホールケーキ一人で食べたい 普通にダメだよね多分そうなんだよショール,ルームってさダメなんだよね多分えそ,そうなのそうなのそうなんですよ 甘いものはね芋ね大丈夫なの喜んでくれるんですよ。えホールケーキ食べたーいやばい食べたい。えでも別にさ食べ食べようと思えば食べれるよねだってなんかなんか食べ そんなさ食べたいって実現しないことでもないよね実現しようと思えばできるよねよく考えたらめっちゃ甘党です私超甘党甘いものなら永遠って感じ ケーキ嫌いになるよ <laughs> そうなのじゃあさあれだねなんか半分ずつの味になってるやつとかにさしようかでもさあの誕生日の時にさあ違うクリスマスの時に私ケーキ作ってたじゃないですかあれは3日かかったよね3日次の次の日までかかったよね でもう次の次の日食べようと思ったらもうやばいよってママに言われたんだけど食べたよね <laughs> 食べたよね何もなかったけど食べたよねえねまたつ作,作っちゃう作っちゃう次ブドウで作りたいあないバナナだ やっほ、ー。全然大丈夫だよ。全然大丈夫。冷蔵庫に入れてた。全然大丈夫だった。なんか、全然大丈夫。でママに、やめ、やめなって言われたけど、<laughs> 実は食べてたけど、全然大丈夫。普通に美味しかった。こんばんは。 インスユニット入りのお祝いでホールケーキチャレンジじゃないやばい胃が痛い胃が痛いなんかもうツイスユニットって聞いたらもう胃が痛い <laughs> ああ皆さん投票お願いします本当に <laughs> もう本当になんか なんかもう、悪い未来しか見えないの、本当に。ねえ、胃が痛い。ほんとに。ほんとにさ。ははあ、と <laughs> 全部サータンに投票してありがとうありがとうありがとういや,やばい本当に本当に1ヶ月 <laughs> <laughs> サタとイタンと言ったの繊細な <laughs> いやいや頑張りますよ頑張りましょうね一緒にいや本当にちょっと 今もうどうにかするから <laughs> いやいやほんとに <laughs> ありがとういやー <laughs> ほんとに。<laughs> 信じてますよ皆さんのことはもちろん信じてる信じた上での違いますよ違う違う違う,違う信じた上での,あの胃の痛みであってあの違いますよ皆さんを信じてないからそのその胃が胃の痛みがその来てるわけではなくてその <laughs> そのあれですよその皆さんのことを信じてるからこそなんかその期待に応えなきゃいけないなっていう感じのあの犬の痛さであって皆さんのことを信じてないわけではない決してだから皆さんのことを信じてるからこそのこのい痛みだからね <laughs>

心臓を言いたくなってるよねもうなんかでもなんかねじゃだからそのみんなこっち信じてるからだからねそうそうそうサータン高校卒業したおめでとうおめでとうてか先輩だった <laughs> 先輩だったおめでとうございますおめでとうございます え <laughs> <laughs> そうなのなんかうんなんて言うんだろうね <laughs> ななんて言うんだろうねフがいフより全然年上なのんだねなんだね おしもいつか止まる心臓だからね <laughs> あ私もいつか止まるからね <laughs> そういうことかそういうことかまあそうだねいやそうなんだよだからさなんかその私が心配してるのはその <laughs> そのやっぱりなんていうんですかそのねあのあの配信とか メールとか取ってくれてるけど投票に関しては別の子みたいなねそういう人が多いんじゃないかっていう不安があの募ってますねで考えるとまた胃が痛くなるのでやめましょう <laughs> やめときましょう信じてる信じてる信じてること信じてるからねもしありがとうおめでとうありがとうありがとう

この子のパフォーマンスもっと見たいって思ってもらえればサーター推しじゃなくても投票してくれる方がいるかもしれないと思って頑張るんですよ特に S 公演とかね頑張らないといけないんですよありがとう百四 <laughs> 十 143? <laughs> こんばんはねえサータンさありがたいことに毎回制服の目嬉しいありがとうありがとうございます毎回ね名所ぼ確か会この人好きになってくれそうって手応えはあった えー、でもどうだろう <laughs> どうだろうな <laughs> でも俺確かにねなんか好きになってくれたんじゃないかなまああったかもしれないけどどうなんだろうわかんない <laughs> <laughs>

ないよって持ってないよ何も持ってない持ってない本命じゃないし本命じゃないしまだまだだしこれからだしこれからだしね好きになりました本本当ですか <laughs> 本当でですすかかそのハート本当ですか <laughs> <laughs> あおあこんばんは結婚して嫌だいいめたくさんどすかドすこ <laughs> <laughs> いありがとうあそうなのおめめよかったおめめ ありがとうー。あともありがとう。ありがとうー。え、てかさ、カラオケ機能にさいつ愛のホログラム入るかね。歌いたい。歌いたいです。べとありがとう。愛のホログラムめっちゃ好き。なんか、あの、最初聞いたときは、 なんかおーすごいすごい雰囲気がすごいって思ったのでもそんな何て言うの今まで一番好きかもみたいな感じでドーンってきたわけじゃないんだけどなんかパフォーマンス込みで見,た見てからあとあの感想の本当にピアノのところがめっちゃ好き。 チャンチャラララーンのところがめっちゃ好きでめっちゃいいよねめっちゃいいめっちゃよくないですかあのホログラム私やばいあれめっちゃ好きめっちゃいいよねめっちゃいいよねなんか言うの 何回言うのって感じあの「シュイ雨はいつ止むのかの」やばいですよねやばいですよね,やばいですよね <laughs> そうなの聞けば聞くほどさなんか永遠に聞いちゃうんだよね 素晴らしいやっぱ先輩方素晴らしいです素晴らしい作品ですめっちゃいいよねこんばんはいやもうにさ本当に本当に <laughs> 本当に感動いい曲いい曲だなって思いますなんか別に宣伝とかじゃなくて普通になんかなんかそういうなんていうの雰囲気がある曲が好きなのだから欅坂さん好きだった時もさなんかそういうさそういう雰囲気が好きだったの。 でそういううういいい雰囲気ななのかかるかな世界観あありがとうあともありががととめちゃくちゃゃいくいよねえっすごいサラのホログラムってさそうだね。 ライ入れるだけじゃんね。サーターめっちゃ好き。めっちゃ好き。ねえ、本当だー。あ、待って、何時読まなきゃ。え、やばいやばいやばい。今日、サーターアバター、コンプリートなんだけど。やば。いきまーす。え、サルちゃん好きそうだなと思った。 いや好きなんだよ。<laughs> 好きなんだよね。どうしよう。何何何にする今日。やばい。時間ない。やばいやばいやばい。待って。焦るとやばい。焦るとやばい。焦るとやばいからさ。待って。テーマ。テーマ。えー なんかさ揃ってんのにさスクショ金止なんだけど <laughs> ここだけならいいよここだけならねえー、どうしようあっ明日の。 明日のおやつ <laughs> 明日のおやつ勝手に決めるねえっ、ー、と13位果汁グミ案件じゃないよ <laughs> 12位ハイチュ11位 へークッキークッキー十位。へ1十位。 一番いうじゃんってね。あれだあれ,あれ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 丸いやつ丸いあれあれだよあれ <laughs> 俺だよ俺 <laughs> あれなんだっけなんだっけなんかさ、チョコパイチョコパイのやつ丸いさ、こんぐらいのチョコパイえーと、キュウイさんは、 なんか変わったね、完全にね、変わったよ。変わったんだけど。じゃあ、これ十位で、十位で考えてください。<laughs> 俺だよ、俺 <laughs>。九位は。忍者飯。八。 かば焼きさん <laughs>。七位。マシュマロ。六位。ポイフル。五位。 メントス。4位。やばいやばい,やばい !4 位待って。今、あの、お菓子コーナーを思い出してるから。ハッピーターンやばい懐かしいハッピーターン懐かしい !3 位。 2位あれ,あれ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 最近出たやつピレグミの下にマシュマロついてるやつあれ普通に食べてみたいからレビューお願いします。<laughs> 1位えー コアラのマチのマチ味なんでかっていうと明日の私のおやつだからありがとうございますありがとうございますよし間に合った <laughs> お揃いおやつということで <laughs> え、もしかしてさ嫌いなやつとかある可能性ありありけりありけりでおすすめは冷凍するのね我のマーチのいちご味を冷凍してから食べる <laughs> あんまり理解してもらえないけど美味しい冷凍してから食べる一晩寝かせるだから今から買いに行ってください <laughs> 今から 入ってくださいあほんとねハッピーターンめっちゃ懐かしいハッピーターン懐かしい冷凍するんですよ美味しいよチョコ系基本的に冷凍します私またハッピーターンやばいなハッピーターン いき今日もありがとうございます。明日は公演、配信でも、劇場でも、もにみーもにみーえ、どっちらの結局、あれってどっちなんですかもにみともにカんどっちらのなんかみんなもにみーって言ってるからさ、もにみーなのわかんないんですけど、よろしくお願いします。で、忍者飯美味しいよね。バイバーイ バイバーイまた明日